回やりますんで。さあ、スギちゃんのブレイクで一躍流行語となっておりますこのワイルド、本日はですねゴールデンウィークということで全国各地からスギちゃんに負けず劣らずなワイルドな方をお招きして、本日ワイルドナンバーワンを決めていこうというコーナーですよね。はい、はい、どうぞ。ゆきえさん、ゆきえさんは一体どんなワールドなんでしょうか。こちら、一銭も持たないでツイッターを使って日本一周。すごい。どうやって行ったんですか。どういうことですか。あのツイッターで前日に足止めていただける方と、移動を車に乗せていただける方と、ご飯をご馳走してくれる方を探していいですね。危ないぜ。証拠がある。危ない。ないですよ。全部乗ったの。すごい。そうなんですか。それ前日につぶやいて。そうですね。こいつですか。いつ頃。はもう2年ぐらい前。2年前に。はい。でそれでツイッターでじゃあ食べてくださいと。はい。行ってご飯食べさせてもらったりとか。そうですね。厚かましく。お風呂入れさせてもらったり。何者か分からないわけでしょ、はい、うん、怖くないのなんか。あ、すごい皆さん優しくしていただいてですね、何もなかったです。どっからどこまで行ったの。本当に北海道から沖縄まで47都道府県ですね。47都道府県全部通って、はい、沖縄とかってどうやって行くの。あの事前に、寒波とかで旅の途中で100円200円とかいただいて、うん、その飛行機代を一日にこう止めてくださいって言ったらどれぐらい返事が来るの。あの本当にギリギリない時で当日の数時間前にじゃあいいよって方もいらっしゃったし、ある時でも3人の方とかがはい、いらっしゃいましたね。移動はどうですか。本当に一般車に乗せていただいてですね、横の助手席とかで都内の県まで運んでもらうという形です。スギちゃんもこの前自販機の下で いくらか拾ったぜ。何してんだ。何してんだ。全然ワイルドじゃねえよ。ワイルドじゃない。申し訳ないだから。そうだ、申し訳ないです。どうですか、今の話。面白いぜ。ありがとうございます。